はい、どうもこんにちは。今回はですね、いわゆる6分の1公式に色がついて見える授業をしていきたいと思います。まあ、その色がついて見えるっていう意味はね、後で説明するとして、まず最初に6分の1公式簡単に復習しましょう。こんなやつでした。今放物線 y イコール ax 乗プラスほにゃららってやつと、あとは直線があります。それで囲まれる部分の面積っていうのが6分の絶対値 a のこの β-α っていうのは、交点の x 座標です。そいつの差の3乗とかけるよと。あともう一つ似たようなのがあって、放物線と放物線で囲まれる部分の面積、一つの放物線が y イコール ax 乗プラスほにゃらら、もう一つが y イコール bx 乗プラスほにゃらら、その場合のこの部分の面積は6分の絶対値 a-b で括弧 β-α の3乗とかけるというのが、まあ、6分の1公式だったわけなんだけども、これきっとね、多くの人が頑張って覚えたと思います。6分の1公式は計算が早くなって便利だから、トイレにたくさん買ってね、こいつをこの公式をバーってて、でトイレに入って6分の括弧 β-α の3乗、あ絶対値言い忘れた、6分の絶対値 a 括弧 β-α の何乗何乗とかってやりながらね、ってやって、あトイレ閉め忘れたとかっていう経験がね、あると思うんですが、今回はこの授業を聞いてくれればですね、まあ、そういったことはなしで、一生忘れなくなるような6分の1公式の話をしていきたいと思います。さて今回のポイントをお話ししましょう。これをまずですね、聞いて思った人いないでしょうか。何を思ったかっていうと、なんでこれ以降書かないんだろうって、面積に絶対関わってきそうなのにこれ必要ないんだよね。なんで書く必要がないかっていうと、公式に現れてこないからです。直接的にはこいつらも同じで、この要するに1次以降、1次と定数項、1次と定数項の部分は書いてないんだよね。書いてなくてもこう書けますって言ってます。しかも確かにね、積分のこの公式の形に入ってないもんね。この1次の係数とか定数項の情報って最高次の係数だけでしょ。なぜか A とか B とか、今回だったらこっちだったら A とかね、っていう風に、こういうのが不思議なんじゃないかなと思います。あともっと不思議なのが、なんで6分のなんだろうとか、あるいはなんで3乗なんだろうとかっていうのがね、疑問に思うと思うんだけど、こういうのが全部ですね、すっきり理解できるようになります。それを楽しみにしておいてください。こっちで理由を説明しながら、どんどん分かってきた部分について色をつけていきたいと思います。この6分の1公式噛んじゃった今、6分の1公式、はい。ではですね、説明していきます。これを理解するためには、まずこの公式の同質化というある程度理解する必要があります。で、完璧な証明書くと、この A の符号の問題とか、A とか B の、まあ、代償関係とかね、問題で、その場合分けとかがね、めんどくさいので、今回は簡単にするために話を、この場合の S を求めてみましょう。つまり、AX 乗プラスうんちゃらってやつが、こっち。BX 乗、Y イコール BX 乗プラスうんちゃらってやつが、こっちと。なんか今の話でうんちゃらって言ったらちょっと汚いですね。X 乗プラス、うんたら。Y イコール BX 乗プラスうんた。あんまり変わらなかった。放物線と放物線ですね。この対称関係の場合で求めていきましょう。では、普通に計算していきたいと思います。S イコール。もうこれいいよね。アルファからベータの積分区間で、上側がこいつで、下側がこいつなんだから、計算は、こうだよね。AX 乗プラスほにゃらら、引く BX 乗プラスほにゃららと。そして、これだと、ね、計算しようがねえじゃねえかって思うかもしれないんだけど、ほにゃらの部分書いてないから、実はそうじゃないんだよね。この部分実はめちゃくちゃうまいこと変形することができます。まず答えから書いてしまうと、こんな風に書ける。はい、この式が一気にこうなりました。今 a-b は積分と関係ないから外に出したけども、いわゆるこの青の波線部がこの式に変わったってことです。アルファとベータはこの交点ね、放物線同士の交点。さて、なんでこんなことが起きたかっていうと、これはいわゆる因数定理ってやつです。これが何かっていうと、これ引くこれの式ってさ、ちょっと書く、これってさ、イコール0にするとどうなるかっていうと、これイコースね、こっち側こうなるんだよね。これってこの放物線とこの放物線が同じになる場所どこですかっていう二次方程式だね、 x に関する。これを解いたらどうなるかっていうと、 x イコール当たり前だけど α と β ってなるわけでしょうと。はい、ということは、これ元々のただこれ変形したものだから、この左辺っていうのは必ずx-α とか x-β っていう因数を持ってなきゃいけないんだってね。
つまりちょっと雑に書くけど、この部分っていうのは必ず x に α とか x に β を代入すると0になるような因数、この形を持ってるはずなんだね。ただこのままだと x 次乗の係数が必ず1になってしまうから、1になってしまうでしょ、これまあ分配すると x 次乗ここからしか出ないからね、 x×x1 になってしまうから、だからこれは元通りの式にするためには最高次の係数は合わせなきゃいけないよね。最高次の係数、これもともと x 次乗でこれ食ってあげれば a-b なはずだから、 a-bx 次乗プラスホニャララなはずだから、必ずここには a-b っていう係数はなきゃいけないと。そうすれば2次の係数が合うからね、というふうにこの式を変形するとこうなってなきゃいけないんだよね。これイコール0の形になるわけです、右辺もセットで書いたら。ということは元々のこの式っていうのはこの形に変形できなきゃおかしいでしょうと、アルファとベータっていう解を持ってるなら、いわゆるこれが因数定理なんだけども、因数定理を使ってこういうふうに変形ができるわけです。さてここで面白いことが起きていて、この式がこう書けたってことはもうこの段階で少し大げさに言うと1次とか定数項のこの0次の係数の情報ってなくなってるんだね。これに直接現れてきません。もちろん本当はね、アルファとかベータに入ってきているわけなんだけども、これを本当に何かの値を求めようと思ったらね。ただまあ、解というふうに捉えてあげれば単に、2次とか、1次とか0次のこの、これ以降続く式の情報ってここで消えてるんだよね。だから積分の公式に現れてきません。これ以降っていうのが。だからこの普通ね、6分の1公式説明されるときには、この部分の情報ないわけです。それは因数定理で、まあ、いわゆる落ちてるわけだから。はい。情報が落ちてる。まあ、もう一回言うね、細かいことだから言うと、細かいことだけど言うと、アルファとベータに本当はもちろん入ってるわけだけど、直接求めるときには、それは出てこないもんね。必要ないです。だから、式で出てこなくなると。はい。この段階で、この謎が解けたことになります。もちろん直線の場合でも、なんで直線の式現れないかっていうと、因数定理使うと、もうアルファとかベータに情報が詰まって、式に現れなくなるからね。だから、この面積公式も現れてきません。直線の情報の。がないもんね、直接見た目では。こいつも1次0次の情報が直接的にはありませんということになります。さてなので残ってくるのは式の見た目的にこの最高次の係数だけは保存されます。因数定理を使っても最高次の係数は合わせる必要があるからね、 a-b。 さてそういうところでだんだんこういうの理由が見えてきたでしょ。最高次の係数だけ使われる理由が積分公式で、もう少し計算を続けていきましょう。ここからは少しテクニックなんだけども、これを計算するにはこんな風に今 x-β をこういう風に書き換えました。 x-α プラス α-β ってマイナス α プラス α ってこれ0だからまあ何も変えてないんだけども、わざとこれと同じ形を作ったんです。つまりここが同じになるように、そうすると実は積分がめっちゃしやすい。じゃあ計算続けていきましょう。はい、これ分配しました。 x-α はこいつとまとめて α-β の方に分配してあげた。で積分分けて書いてます。最初は x-α の次乗の積分になって、あとこっち側なんだけど、これ x-α で α-β かかるんだけど、 α-β はこれ定数なので積分の外に出ます。でもこれ β-α にしてこれマイナス1倍しておきました。これは後々のためです。いいでしょうか。分配してただ符号をこうやってひっくり返して使ってあげただけです。残ってくるのは x-α の積分だけ。さてこの計算続けてやっていきましょう。イコール、で積分こんな風になって、でベータを代入して、あ、これもベータ代入するんだけど、アルファを代入したから消えるので結局ベータを代入した形だけが残ります。つまりこうなると、今、ベータ光アルファの2乗なんだけど、もともとあるベータ光アルファとセットで3乗になってます。さて、この次どうするかというと、a-b 共通で持っているもので、ベータ光アルファの3乗を共通で持っているので、この3分の1と2分の1の計算だけだよね。なので、こんな風になります。これで証明終了と。まあ、今回はこの形なんだね。本当はだからこれ絶対値がつくので、絶対値をつければ、もちろん今回は絶対値つけなくてもこの形だったら正になるわけだけど、一般的に考えてあげたらこの係数部分に絶対値をつければ
ちゃんとした正の面積になるわけです。ベータ引くアルファは必ず正だからね。大きい方をベータと取ってるから、X 座標は。さて、今起きたことを少し振り返りながら、これに色をつけていきたいと思います。まず最初に、ベータとアルファっていうのは、交点っていうよりかは、理解するときには、この放物線とか放物線、あとはあるいは放物線の直線とかの、イコールで解く、この、交点の元の数と同じです。解だと思ってください。解、二次方程式の解です。今日からそういう風に見てほしい。交点というよりかは解だと捉えた方が色がつきやすいです。そして、この絶対値の中身っていうのは、どの情報が入るかっていうと、最高次の係数、最高次の情報が入ります。どうしてそれ以外の情報がここに入ってこないかっていうと、因数定理を使った段階で、その、式がなくなってるからです。必要なくなってるから。もうその分本当アルファとベータに詰まってるわけだね。何度も口酸っぱくしていると。この段階で見た目としては情報が落ちているわけなので、ここに入ってくるのは最高次の情報、最高次の係数だけです。そして、なぜ6分のって6になるかっていうのは、この積分の過程見てればわかったと思いますが、3分の1ひっくり返して今回やったらマイナス6分の1になるわけなんだけども、まあ、ひっくり返してあげたら、結局6分の1っていうのは、2分の1引く3分の1の結果なんだよね。だからこういうふうに分解して積分するときに、一方は2乗、こっちは1乗で積分するから、3乗、失礼。2乗の形、1乗の形になるから、分数が3分の1と2分の1でできて、引き算するから6分の1が出てくるわけです。つまり、この6が出る理由っていうのは、分けて出てきた時の次数のこの2分の1、3分の1っていうのの引き算の結果なんだよね。こういうふうに捉えてあげてください。そして、ラスト。なぜ3乗かの部分。これはですね、どうしてこの3乗出てきたんだっけ。それは結局、二次関数の積分をするから、x の最大で2乗の積分を行うわけだね。2乗の積分すると3乗になったわけです。なので、これは、2乗の積分の結果として3乗が出てきたと考えてあげましょう。こんな風にね、いっぱいおまけの情報を書いてあげたんだけども、今日からですね、6分の1公式はこんな風に見てあげてください。単に記号の羅列ではなくて、6分のはどうして出てるんだっけ？それは2分の1引く3分の1だ。どうして最高次の係数があるんだっけ？それは最高次の係数以外の情報が因数定理の段階で見た目的に落ちるからです。そしてこのベータとアルファは因数定理の時に出てきた、この二次方程式と一次方程式とか、失礼、二次関数と一次関数とかの交点、つまり解なんでね。解の情報がここに入ってくると。で、三乗は二次関数の積分だからです。っていう風に見てあげれば、単なる記号の羅列じゃなく見えてくるはずです。ちなみにですね、今回6分の1公式しか話してないけども、いわゆる、まだあるよね、積分公式で、12分の1公式とか、3分の1公式とかあると思うんだけども、あの形ももう一回眺めてみてあげてください。実は、これと同じような理由で説明できるでしょ。あいつら全部、最高次の係数が残ってるでしょ。特殊なやつだったら、最高次の係数が同じもの同士だったら、次の次数の係数の情報しか入ってないはずです。全く同じ理屈でね、他が因数定理で落ちるからです。そして、3乗って今回なってるけども、二次関数とかに関係する積分が全部3乗になってるはずです、これ。3次関数にかかる積分公式だったら4乗になってるはずです。そういう風に実はこれと全く同じ理屈で他の積分公式も理解できて、まあ、つまり、自分がよく使う表現として色がついてね、見えるはずなので、これを機にですね、もう一度自分が覚えている積分公式だったりとか、これから覚える人だったら、単に覚えるのではなく、そういう理屈込みでね、理解してくれたらなと思います。ということで、今回の授業はこれでおしまいしましょう。お疲れ様でした。